惑星モビール。この教材の狙いは、太陽系の惑星を縮小した太陽系のモビールを製作することにより、太陽系惑星の大きさ、特徴を理解させ、宇宙の広がりをイメージする拠り所を作る。太陽系の大きさ、惑星の配列や公転軌道などについての理解を深める。それでは教材を紹介しましょう。惑星の型紙、パイプ、糸、輪ゴム。プログラムを進めていきましょう。太陽系の誕生と惑星の成り立ちと各惑星の性質を知ります。モビールセットにあるテキストを使い、太陽系の惑星が8つあること、制作する惑星が10億分の1の縮尺であることを説明します。パワーポイントで制作方法を説明します。台紙に惑星の色を塗ります。惑星を台紙から切り離します。パイプは最初に1つ目の輪ゴムを巻き、その後ひねりを加え2つ目の輪ゴムを巻きつけるのがうまく十字を作るコツです。糸を切ります。パイプに糸を通します。惑星をバランスを取りながらテープで貼り付けます。糸は折り返して2箇所留めると外れにくくなります。これで完成です。この教材は太陽系の大きさ、惑星の位置や広がりなどを調べたり、モデルを作るなどの活動を通して宇宙の大きさを実感させるために開発した教材の一つです。